したらね、じゃあ今日は腰と股関節のストレッチやっていきます。じゃあ、最初は OK で、はい、股関節回していきます。リラックスし、最初はもうこうゆっくりでいく。はい、筋肉の方が最初ゆっくり。じゃあ次、はい、伸ばすんだけど。あれ、やばいっすよ、これ。そう。だいたい膝曲がっちゃうから、はい、最初こう。回してもらって、でこっちも浮いちゃう、はい、って感じ。伸びてる。痛い。どう？ああ、じゃあ、腰のストレッチやっていきます。はい、こうやって一回これで聞いて大丈夫したら、はい、じゃあ何回か繰り返しますねっつって、はい、ちょっとよりかテンポ上げて、はい、繰り返す。じゃあお腹の方に伸びてますね。でこの時に腰痛い人が。腰痛い人がお腹の方にグーッとしたら結構痛いよ、はい、だからゆっくりお腹の方に済ませるやつ、はい、ゆっくりこうする。広くなるとどんどん伸ばしてるんですか？大丈夫？そうなんですけども、痛い？痺れが来る。あ、本当？今できることはそうなったらちょっと軽めにコンクレートは聞きながらです。そうです、絶対聞きながらじゃダメで、勝手にやるなんてダメなんで。じゃあ今度は足を深く組みますね。うん、またこれで左右倒していきます。でもさっきよりか腰にかかるストレッチャー強い。こっちの場合ちょっと気をつけた方がいい。うん、結構そう、くるくるかな。大丈夫？はい、逆だと反対が来る。そうで次、で浅く組みますね。お尻のストレッチャーっていきます。そう。これも結構硬い人いるから、はい、これも聞きながら。で、やった方が痛い。大丈夫です。で、これ何回か繰り返して、はい、アップをゆっくり押してやれば、ああ、これ痛い。はい、本当。これで一回結構聞きながら、その方が足が痛いんだけど。腰が痛い。はい。本当マッサージとかはどうするんですか？足の。マッサージするんだったら、ここにつながる筋肉がついてる。これをゆっくりの最初から、ここはマッサージする。ここはちょっとでも緩めば、ここはグーって。こっちから倒していきます。はい、でもこっちは固定、ここで。はい、で、このグーってゆっくり。まあ、今日ちょっと練習してみて、痛いってことは分かる。痛くない。伸びてる。まあ、あとはもう伸びてるもんね。まだいけそう。はい、で、その場合、はい、こっちの右を、もう一度こう外側に。電車もできるだけ左足で、はい、こうまく。おー確かに。そう、まあ余裕ある人はこう高さつけてこう、はい、お尻にくっついちゃう人とかですよね。そうまだいけそうですか？はい、できるんだったら、はい、この高さを、あ、そんな直近で痛くなったの？で、高さ変えるだけでだいぶ違うんですよ。全然違う。やってみましょう。ゆっくりやですね。はい、最初の1、2回くらいゆっくりやって、大丈夫そうですか？ああ、聞いて、大丈夫そうなら、はい、この場所によっても変わるっていう、そう言ってました。嫌なんですか？うん、最初からグーってやったら、やっぱり痛くなるから、はい、最初グーってやるのは、それを倒すだけ、最初はこれぐらいです。そう、いいです。ただ、腰痛い人って、こう一番痛いのって切り返しの時に、はい、そこだけはゆっくりする。はい、足をクロス。痛くないですか？いいね。逆の手たぶんこっち押さえてる。左手でこっち押さえてる。左手でこういう感じ。あ、そうやね。そう。立ち位置のようにこっちですか？そう。大丈夫。こうしていきますね。たぶん組む位置がもうちょい。これ。あ、はい。それも押さえないといけないってことで
まり深く下げない方がいいですよね。最初にこれぐらいですね。もうちょいそのこれを引いた方がいい。いや場所はさっきのところあって、はい、こうですね。そう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 、引いた方がいい。そう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 。もうこれできつかったら、はい、さっきのは高さつけてやるのはやんなくていいから、はい、でこれで あんま伸びてないねっつったら、はい、あの高さつけるやつもやるって感じ、はい、大丈夫ですか、うん、こうです。そうそうそう、はい、意外とやっていいと思う。いける人だったら、はい、伸びてる。もうちょっといや伸びてる、うん、伸びてます、うん、痛くないですか。いや、だいぶ来てます。来てますか。はい。はい、回して。じゃあ、なります。はい。